手ぶらバーベキューというプランになっております。はい、はい、で一応ですねこちらを見ていただきたいなと思っているんですが、こちらが要は食材をお渡しさせていただくので、ひと手間加えていただいたら作っていただける、そういった形になっております。バーベキューですけどアクアパッツァとか、そうですね、パエリアとかいろんな感じですね。これはあれですよね、事前に予約がこう必要なプランというか、そういう感じですかね。そうですね、はい、当節のホームページから、ご予約をしていただいて来ていただく形になります。ですね、金額帯はちょっと日にちによってバラバラなんですけれども、はい、だいたい4800円から5500円みたいなイメージで、はい、でお時間帯は11時から14時の3時間となっております。昼の時間帯に限ってっていう感じですね。そうですね、この寒いシーズンに突入して冬とかもされるんですか？あ、そうですね、冬とかもさせていただいてまして、はいはい、今はちょっと夏メニューって形になってるんですが、はいはい、冬はまた別の冬メニューに変わる予定ですので、はい、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。はい、アクアパッツァ、おー、ちょっとこれが私になってます。おしゃれですねおしゃれ、アクアパッツァとか作らないかな、僕だけかな。確かこちらのものをちょっとご提供いただきました、はい、楽しみですねいいですね、それから、はい、こちらの中にトマトスープが入っております。スープですね。スープまでついてるんですか？そうですね、こちらは、はい、パエリアのなるほど。一緒にこの、はい、これがスキレットって呼ばれるものなんですけど、これに入れていただいて作っていただく感じです。おお、来ましたね、バーベキューといえば。はい、ですね、メインですね、はい、こちらお肉の方とソーセージ、はい、こちらソーセージもついてるんですね、はい、が、バジルとチーズになってます、ね。はい、なるほど、2種類も。ソラニアさんとにかくおしゃれですはい、で、以上ですか？最後にマシュマロがあるんですけど、これは、はい、焼いていただいて、焼きマシュマロと。じゃあすみません、ご説明ありがとうございました。ちょっとからもう一手間加えながらやってみたいと思います。はい、そうですね、はい、バーベキューしながらでもいいんですけども、はい、ブランコであったりとか、うん、ハンモックとか、うん、あと敷地もすごい広かったりするんで、はい、ぜひご友人様とか、うん、お子様連れのお客様とかで、はい、しっかり遊んでいただいて、ちょっと疲れたら木陰に休んでいただくスペースもあるので、お楽しみいただけたらなと思ってます。本当に走り回りたいので、はいあるかも、はい、すみません、じゃあ早速体験させていただきます、ね。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあサワラのアクアパッツァ、このタッパの中に入ってたサワラをこちらのスキレットに移していきますね。皆さん、キャンプみたいなことするんですか？僕ですか、キャンプほとんどしないですね一回みんな憧れてキャンプしたくなる時あるじゃないですか、だからキャンプグッズは意識持ってますよ。入れます。あんまり、料理しない花さんでもできる感じじゃないですか最近ちょっと頑張ってますよ。もう入れるだけになってますね。パエリアの元というか入ったのをもう流し込んで、あとは温めるだけという感じ。いいですね、バーベキューでアルミホイルをしっかりかぶせて、アクアパッツァのかな。じゃあ火をかけていこうか。待つ感じです。一旦じゃあ失礼します。それはビーフステーキですね。はい、でまずキッチンペーパーで拭いてって書いてある。そうっすね、水気の切り方が。でもやっぱこういうのね、なんか多分、カップルとかだったら盛り上がるんですよね。カップルとか、ね、子供さんとかめっちゃ楽しそうだけどね。難しすぎない調理みたいなね、はい、だいぶ全然違う、お肉の両面に軽く塩コショウを振りかけます。やります？こんな
お肉に。あ、すごい。特製スパイスみたいな。で、ちなみにあの帽子は玉野の漁師国見丸さんの帽子です。これなんかサバイバル感があっていいですね。アウトドアの感じですかね。ちょっとアウトドアっぽくしました。このもんかな、ちょっと薄味で。はい、で次にオリーブオイルをかけて、オリーブオイル塗っていきますね。オリーブオイル塗るとあの網にくっつきにくくなるそうなんで、よし、いいんじゃないでしょうか。ではこのビーフステーキを豪快にいきますよ。せーの、ファイヤー。いいな。地方番組感がありますね。地元の顔をしてる。よし、タイプ。絵になりますね。うん。ウインナーもいいですね。バジルとチーズって言った。おい、アメリカン。あ、じゃあ、まあ面白くないです。キレ悪いって思う。まだまだじゃないですか。いつも通りです。じゃあ、一旦蓋しましょうか。そうですね。オープン。おお。あ、結構、ウインナー、ソーセージもこっち焦げ目がついて、いい感じですね。チーズも。出来上がりというか、一旦ちょっと逃がすことがいいですね。これ後で並べますので、綺麗に一旦キープ。こんな感じでできましたので、早速じゃあいただきましょうか。いただきます。
ちょっと溶けそうなんで、急いでください。こっち、乾燥アイスの乾燥になるけど。アイスの乾燥になるけど。グラバーベキュープランとこちらのソラニアカフェで卵パフェと、青空パフェをいただきました。もうね、この倉敷を一望できる景色のロケーションで、自分でこう一手間加えたバーベキューをしながら、あの景色も料理も一緒に楽しめる。でそして食べ終わった後、このお皿で涼しい空間でまたパフェも食べて大満足ですね。もう休日ぜひバーベキューもそうですし、カフェもそうですけど、まあグランピング施設とかキャンプのできる場所もありますので、夜とかもね、また来るとすごく綺麗な感じがしますね。はい、ぜひ皆さんもソラニアさん足を運びになってみてください。いや本当今日はありがとうございました。カフェだけの利用って OK なんですか？あ、はい、カフェだけの利用って OK なんですか？カフェだけの利用も OK だそうですよ。はい、大丈夫ですか？じゃあ、清原さん泊まって帰ってください。向かいます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。